はい、こんにちは。私は今京都の比叡山に来てます。でケーブルカーで行くらしいんですが、ここから歩いて2時間半ぐらいかかると言われたので、まあ、上である方と合流するので今から歩いていきます。もう誰もいないですけど、ね、合ってるのかもわかんないですけど、とりあえずトレイランみたいな感じで、トレランですね。自然を感じながら、結構舗装されてますね。さっき雨降ったんですけどね、また雨も止んでる感じで、サクサクっと2時間半で1時間ぐらいで行きたいですね。こう行ったことない道なんで、どんぐらいかかるか分かんないですよ。階段がなければ嬉しいですけどね。ひたすら登りなのかな。お、すげえ綺麗。あ、あれケーブルカーだ。ケーブルカーのやつですね。あっちは琵琶湖です。あ、これどっちだ。あ、こっちかな、わかんねえな。こっち行ってみましょう。こっちっぽいな。よいしょ。すげえきつい。ここにいよう。果たして合ってるのかわからないですけど、暑い。よいしょ。なんだここは。よいしょ。よいしょ。これ歩いてる人誰もいないです。よいしょ。お、見てください、琵琶湖。琵琶湖ビューです。なかなかいいです。こんな感じで、あ、白方さんありがとうございます。ノリで来ちゃいました。白方さんトレイルランやってるんで、あれですかね、やっぱり比叡山も登ったことあるんですかね。自然の音がめちゃくちゃ綺麗です。あそこに象がいます。ちょっと途中途中走るんで、時間があれなんで、ちょっとあの画面が揺れると思うんですけど、ご了承ください。よいしょ。ほほほほほほ。GoPro を持ってればよかったですね。 GoPro ってこれ見れるのかな。キツ、これ歩くとこなのかな。あ、トレイル大会あるんですね、比叡山。へえ。あ、あ、滋賀に住んでたんだ、すげえ。僕滋賀初上陸です。嬉しいですね。もう若干バテてますけど、よいしょ。なんか道なき道よ。あれ、あっちに行きたいの。なんかすでにルートを外れてる気が。あ、いいや、ここ。よし、よし。よいしょ。このトレイラン、きついですね。
はい、あ、白方さんおすすめありがとうございます。アユのお菓子と種のラムクン。へー、この辺り走るんですかこれ。これ間に合うのかな。よいしょよいしょ。今日は仕事で京都がてら、ちょっと息遣い配信みたいになってます。よいしょ。すげえなこれ。あ、マキコさんこんにちは。ここは京都の比叡山っていうとこですね。滋賀側から登って延暦寺を目指します。よいしょ。これはこっちがひたすら山です。ふう、幸い雨降ってないんで、ただ登ってる人誰もいないです。今日は鞍馬山にも登って比叡山って僕もあんまり詳しくないんですけど、京都の山の中でも有名みたい。あ、京都と滋賀かね。これほぼ舗装されてないです。すげえな。よいしょ。よいしょ。息を整えながら。はい。よいしょ。ケーブルカーだと15分ぐらいらしいですけどね。私は歩きながら、走りながら、よいしょ、登ってます。ふう、ちょっと由来が分かんないんで、僕は勉強不足で歴史的なとこ分かんないんですけどね。電池が続く限り配信していきます。ふう、よいしょ。お、うん、すごいっす下が。よいしょよいしょよいしょ。そうなんですよ、マキコさん、まさに。あばい、猿や熊等を発見して、要は猿と熊が出ることですかね。とりあえず仲間になりましょう。よいしょ。ちょっと雷も鳴ってきましたね。果たして無事にいて。ふう、よいしょよいしょ。ふう、よいしょ。お、平坦の道。あ、これはあれです、セルフィーで撮ってます。なので配信の画像が非常に悪いのは申し訳ありません。やっぱスタビライザーの方がいいんですかね。結局持ってる手が揺れちゃうんで、なかなか難しいです。
ちょっとさっきより高くなったかな。あっちが琵琶湖ですね。滋賀の彦根のあたりらしいです。あ、今起きたんですね。そっか、ドイツは時差があるんで朝の配信になってますね。こちらドイツではあれですかね、こっちみたいになんかいい天候とか大丈夫なんですかね。こっちなんか雨続きで今東北の方も大変な感じになってしまってますけど、世界的にもやっぱりあれなのかな。よし、よいしょ。これは配信しながら走るのはなかなか楽しいです。今日は一人で走ってるんで自分との勝負なんですけどね。よいしょ、よいしょ。ふう、あ、そうなんだ。立ち止まると周りの素材がすごい綺麗なので、これ音も僕の足音聞こえる感じですごい静かです。ふう、なかなか頂上がどこなのか全くわからないです。頂上を行った方、歩いてどのぐらいかかるんですかね。よいしょ、80。マキコさんは朝起きてこの配信にコメントしていただいてありがとうございます。ゆっくり朝準備してもらって、お、コメント入ってる。よいしょ、よいしょ、よいしょ。ちょっと足場が良くなったと思ったらすぐまた悪くなるんできついですね。よいしょ、これはなかなかえげつない上裸で行くしかないですね。これは、毎日晴れてるんだ。あ、湿度が 20% いいな。まさにスッキリって感じですね。電柱が通ってる。ドイツ夏ビール、ドイツビールいいですね。あっちね。この急なわけわかんない配信につ皆さんついてきていただいてありがとうございます。よいしょ、よいしょ、よいしょ。よいしょ、走っていかないと時間に間に合わないんで。今20分ぐらいかな、走ってんのかな。あら、なんかなんだこれ、ちょっとこっちは分かんないんでこっちに行きます。あ、小山さん、千葉大丈夫ですか。こっちは記憶分かんない、比較してます。誰も人いないんで楽しく体鍛えてますね。やっぱり人がいっぱいいる環境に過ぎるとですね、ちょっと体がおかしくなる。たまにこうやってあっち
これでもトレイルラン本当にどんな格好、こんな感じです。結構バッチリ、仕事ですよ。これも小山さん仕事中ですか。よいしょ、どこ行くのこれ。こっちかな、こっちかな。よいしょ、うん、わかんねえ。あ、なんか歩きやすいとこ出ましたね。ただこっちで合ってんのかな、下がってる気がするけど。